皆さん、こんにちは。女性の中には自分の気持ちを素直に伝えることが苦手な人もいます。女性すべてがストレートに気持ちをぶつけてくるわけではありませんよね。けれど女性だって自分から気持ちを伝える努力はしているのです。あなたはそんな女性たちからのサインに気がつけていますか？今回はこっそり大好きを伝える女性のサイン6選、わかりづらいけど脈ありですについていくつか解説していきたいと思います。順を追って細かくお話ししていきますから、ぜひ最初から最後まで聞き逃さないようにお願いしますね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。女性からの猛烈アピールを受けてお付き合いを始めたことがある人もいるかもしれませんが、そんなガツガツタイプの女性が苦手な男性もいますよね。自分から猛アピールはできないちょっとシャイな女性も、分かりづらいけれど脈ありサインを出していることがあります。こっそり伝える脈ありサイン、その1、誘いは絶対に断らない。ちょっとシャイな女性だったとしても、気になる男性からのお誘いは絶対に断らないことで脈ありサインを出している女性もいます。ガンガン猛烈アピールをしてくるタイプの女性だと、気になる男性からの誘いはもちろん断りませんが、自分からも誘ってくるのでとても分かりやすいです。ですがシャイな女性は自分から誘う勇気が出せないので、男性が誘われることはほとんどありません。それでも気になる男性からのお誘いは女性にとって嬉しいことなので、絶対に断らないのです。自分から誘えない分、誘ってもらえると女性にとってはチャンスだと感じます。戦欲があったとしても何とかして都合をつけたいと考えるものです。女性もそのぐらい必死ということは脈ありなんです。こっそり伝える脈ありサイン、その2、いつも笑顔で接してくれる。女性というのは基本的に自分の心に正直です。苦手な男性や嫌いな男性に対して笑顔を向けることはあまりありません。もちろん営業用スマイルは持ち合わせていますが、大抵の場合見れば心からの笑顔かがわかります。ちょっとシャイな女性は気になる男性に対して常に笑顔でいることで自分の気持ちをアピールしています。気になる男性が相手だからこそ会話ができて嬉しいとか、同じ時間を共有できることが幸せと率直に感じるので、自然と笑顔になるのでしょう。もしも自分の周りにいつも笑顔でいるような女性がいたら、気をつけて観察してみてください。どんな人に対してでも笑顔が崩れることはないのか、営業スマイルのように冷めた笑顔になっていないか、自分と話をしている時の笑顔と違う笑顔だと感じたら、それは女性からこっそり出されていた脈ありサインだったと気がついてあげましょう。こっそり伝える脈ありサイン、その3、視線が合う回数が多い。私の友人で実際に体験した話なのですが、職場でよく視線が合う女性がいたそうです。同じフロアで働いてはいるけれど、あまり仕事を一緒にする機会がなかったので、それほど話をする機会もなかったのだとか。けれど最近よく視線を感じて、その方向を見ると彼女と目が合うんだよね。あまりにも視線が合う回数が多いからこっちも気になってさ、と友人はそのやたらと視線が合う女性が気になり始め、ついに声をかけるようになって話をするようになったそうです。話をするようになってみると、その女性ともっと話がしてみたいと食事に誘ってみたりして、数ヶ月後にはお付き合いを始めていました。その女性はどちらかというと控えめなタイプの女性で、後から聞いた話だと、私の友人のことが気になっているのに話をするきっかけがなくて、見かけるとつい姿を目で追ってしまっていたようでした。だから私の友人も彼女からの視線を感じ取って、視線が合う回数が多くなっていったのでしょう。つまりこれが女性からの脈ありサインだったのです。こっそり伝える脈ありサイン、その4、向かい合わせには座らない。例えば職場の会議なのに、向かい合わせの席には絶対に座ろうとしない女性っていませんか？うっかり向かい合わせで座らなければならないときは激しく動揺していたり、ずっと下を向いてあなたを見ようとしなかったりするかもしれません。これは分かりづらいけれど女性からの脈ありサインです。向かい合わせで座ろうとしないのは恥ずかしいからです。シャイな女性が気になる男性と向かい合わせで座るには勇気が必要です。もちろん気になる男性の視界には入りたいと思っています。
けれどそれは正面ではありません。もしも正面に座ってしまってじっくり相手を見られてしまうと気持ちがバレてしまうくらい動揺してしまうかもしれないとか、相手のことをつい見てしまって自分の心臓が持たないと思ってしまうからです。逆に気がつくと必ず視界に入る位置に座っている女性というのはあなたのことを気にしている女性です。これも女性からの脈ありサインで、気になる男性の視界に入っていたい、相手にも自分の存在に気がついてほしいという気持ちの表れなのです。こっそり伝える脈ありサイン、その後、周りよりも褒めてくれる。自分の気持ちを素直に伝えられないシャイな女性は、気になる男性を周りの人よりも褒めることで脈ありサインを出していることがあります。実際に私の友人にもいました。普段通りの仕事をお願いしているだけなのに、気になる男性に対してだけは褒めていました。例えば仕事をお願いした時に終わった連絡をくれると、気になる男性に対してだけは、もう作業してくれたんですね、完了ですか、すごいですね、嬉しいです、ありがとうございますと笑顔で対応していました。他の男性には笑顔でありがとうございますだけでしたが、気になる男性だけは褒めていました。そんなやり取りから男性との会話も徐々に広がり仲良くなって、今はその男性の奥様です。その友人もどちらかというと、気になる男性に自分の気持ちを伝えられるような活発な女性というよりは、シャイで相手に気がついてほしいタイプの女性です。男性側もどちらかというとシャイなタイプの男性だったので、彼女の脈ありサインに気がついたことでもっと話をしてみようと思ったのだと後日談で教えてくれました。私の友人の場合は、男性側の周囲が自分たちとの対応の違いに先に気がついたことで、もしかしてとなったようなので、あなたの周りにも自分のことを他の人より褒めてくれる女性がいないか振り返ってみてくださいね。こっそり伝える脈ありサイン、その6、些細な会話を覚えている。普段何気なくしている会話なのに、あれ、そんな話したことを覚えてくれているんだと思ったことはありませんか？それは女性からの脈ありサインかもしれません。人によっては会話の内容が印象的で覚えていたなんてこともあるかもしれませんが、女性にとって気になる男性との会話というのは記憶に留めておきたいものです。男性側は話したことをすっかり忘れている内容だったとしても、女性にしてみれば次に話をするチャンスとなる会話になりうるので、覚えているものなのです。シャイな女性ほど気になる男性との会話はタイミング次第なところがあります。それは自分から突進していけないからです。男性がしていた話で覚えていた話が少しでも多ければ、そういえばこの前〇〇の話をしていましたよねと自分から会話に参加して話を振ることもできるので、話をするチャンスとなります。あなたの周りにも細かい話を覚えていてくれる女性はいませんか？どうでしたか？こっそり大好きを伝える女性のサイン6選、分かりづらいけど脈ありですをご紹介してきました。自分から積極的に気持ちをアピールできない女性は、自分なりに気になる男性へ脈ありサインを出しているものです。けれど男性側が女性からの脈ありサインに気がつけないでいると、せっかく懸命にアピールしている女性との恋愛のチャンスを逃すことになってしまいますよ。ご紹介してきた分かりづらいけれど脈ありサインを読んで、自分の周りにこっそりとサインを出している女性がいないか振り返ってみてください。またあなたの周りにいる恥ずかしがりな女性からのアピールエピソードなど、よかったら意見をコメント欄に書いてみてくださいね。今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。